ムービングマンスリースタイルをお聞きの皆さん、こんばんは。 XY のミッチーとキスです。よろしくお願いします。僕たち XY は XJAPAN の YOSHIKI さんがプロデュースによるオーディション番組 YOSHIKI スーパースタープロジェクト X から誕生したバンドグループの5名とダンスボーカルグループの8名の計13人組で構成された変幻自在な個性派ボーイズバンドです。メンバーが流動的に行き来し、アメーバのように形を変え活動しています。さて今月のテーマは早いに越したことないということですが、7月9日はジェットコースターの日。1955年7月9日に東京で後楽園遊園地兼東京ドームシティアトラクションズが開園し、ジェットコースターが誕生したことにちなんだ記念日です。ジェットコースターといえばスリル満点、そして何よりスピードが速いということで、皆さんが自慢できる速いことや速さにまつわるエピソードを教えてくださいとのことです。速いエピソード、キスなんかありますか？速いエピソードありますよ、たくさん。どれ出そうかなと思ってるぐらいですよ。あららら、気になりますね。いやでも本当に思うのは、なんか仕事関係はすごく早めにこうしようしっていうのは心がけてますね。確かにめっちゃ、はい、そういうイメージあるかもしれない。なんか遅くていいことないし、早くて悪いことないから、なるべくなるべくこう早め早めの行動だったり提出だったりを心がけてます。すごい模範的な回答ですね。これは学校の提出物とか出さなかった。そこ遅いんだ。今仕事はね大事だ。仕事はね確かに、はい、逆にねメリハリ持ってね。ミッチーとかどうでしょうか？僕はですね、まあ自慢なんですけど、はい、ちょっと人並み以上に反射神経が良くて、お割と日常生活で手が滑って物を落としちゃう時とかあるじゃないですか、うん、あるね、あるある。僕割と物が手から滑って床に落ちるまでにキャッチできるっていう。ああ、床に落ちずにだ。そう、すごい。スッて反射神経で塊だ、反射神経早くいけるっていうので、まあ小学校の頃もドッジボールとかで全然当たんないみたいな。小学校から早かったんだ。そう、すごい。かわしますみたいな。もうそうやって結構反射神経で、反射神経で生きてきたじゃん。割と生きてきました。生きてきた。割と生きてきた反射神経で。はい、さてそんな私たち XY ですが、6月30日にデビューシングル Crazy Love を全世界配信リリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この楽曲は XJAPAN の YOSHIKI さんが書き下ろしてくださったとても大切な楽曲です。それぞれがいろんな悲しみや苦しみを持ちながらも必死に生きているというような深い愛を綴ったとてもメッセージ性のある歌詞が特徴です。自分にとって大切な人や自分が大切にしていることやものを思いながらぜひ聴いていただきたいです。またミュージックビデオも公開されてますのでぜひご覧ください。それではクレイジーラブを聴いてください。 XI のミッチーとキスでした。ありがとうございました。